ですわ、ババラです。今日はですね、お部屋に水槽を作っていこうかなと思ってます。なんだよ水槽ってって思うかもしれないんですけど、水槽をねいっぱい積み上げて大きな水槽を作っていこうかなと思ってます。はーい。でね、なんでこっから始まるんだよって思うかもしれないけどちょっといっぱい失敗してるけどね、ちょっと真剣。はい、オッケー。ここね、ジャンピング、なんて言うんだろう、あれなんて言うの、保育園とかでしか使ったことないような、ケンケンするおもちゃみたいなやつもらったじゃないですか。あれ、ああいう風な乗り方するとね、早くここ登れます。なんか、何キノコまでがちょうどいいかなと思ってます。それ以上、あれで登ろうとすると難しくてね。でも、キノコまでは簡単で、で、今日の目的はこのタワーの上にね、登れるってことなので、登っていこうかなと思ってます。はーい。登れたいいね、なんか高みの見物って感じがする。え、すごくいい。へえ、こうなってるんだ。もっと上に行けるのかな。まあいや、そんな感じです。ではお部屋に行きましょう。はーい、来ました。この辺に水槽を作りたいんだけど、ちょっと悩むんだよね。ここに作るか、なんていうかな、窓のところに作るか。うん、でもここにあったら邪魔か。やっぱこっちに作ろう。ここに水槽を作っていこうかなと思ってます。はーい。で、水槽を作る、つなげる、デコるっていうのをやっていこうかな。ね、水槽はね、もう買ってあるんだ。の大きい水槽と、ちっちゃいのを使うんだけど、この水槽の動きを見てほしいの。こう、重ねることができたり、ちょっと難しいな。重ねて、で、こうやって、向きを変えることで、重なる部分も変わってくる、んじゃないですか。そういうのを使って、いろいろデコれたらいいんだけど、ちょっと魚入れてみようかな。まあ、大体ここら辺作るつもりなので、どうしよう、こっち寄せかこっちか、悩むな、難しいですね本当。まあいいや、くっつけて、で重ねることもできるの。この動きを見てほしい。真ん中を中心にして回るんですよ。あ、重なったちょっと魚入れていこうかな。これどういう風に入ってくんだろう、魚。何入れよっかな。ちっこい魚と、あ、違った。待って。えい。サメにしようかな。イルカかサメか悩むよね。サメ。あ、これサメじゃなかった。間違えた。サメ。あ、かわいい。めっちゃラブラブみたいな感じになってる。かわいいこれもいいな。いいね、いいね。めっちゃかわいい。もうこれでいいかな。ちょっと悩むな。はーい。かわいい。満足しちゃった。どうしよう。まだ、いろいろ家具とか入れてこっかなと思ったんだけど。かわいい。かわいいな。そうで、水槽に布も敷いていこうかなと思って、布っていうかカーペット敷いていこうと思ったんですよ。その引き方が引き方が、布を布で重ねて、その上に布を置くと布が布になるみたいなもうわかんない見ててもう一段だね。でも見て、こんな感じで下の砂が葉っぱになるの。可愛くない？かわいい。消しちゃった。オッケー。こんな感じで変えていこうかなと思ってる。これしまって、これがね、ちょっと太いんですよ。ちょうどいいと思う、これだったら。いい感じ。あ、これもかわいい。縦並び良くない？これ永遠に水槽並べてったらめっちゃかわいいんじゃない？あ、
今度やろう。今度やろう。めっちゃ長い水槽作ろう。また今度ね。今日はお家みたいな水槽を作りたいから、それは後で敷いていきます。ここら辺かな。いいよね、ここら辺で。OK。で、立ってでいいよね。どうかな？ん？かわいい！いい、あ、でも足りないんだ。でもかわいいな。かわいい。こんな感じかな。どう？どどどど、かわいい。やっぱでも隙間が空いちゃったか、なんかで埋めていかないとな。あー、かわいい。一体感出ましたね、この同じなんていうラグを使ってるから。で、水槽を2個用意して、1個は上、1個は下に置いていこうかなと思ってます。上に置く水槽は高さが必要だから、この上の縁白いじゃないですか。それに高さをね、ぴったり合わせたいの。見て、これだとぴったりじゃないじゃん。だもんで、布か何かを敷いて、ぴったりにしようかなと思ってる。見て、これだとぴったりじゃない。なんか一体感が出てほしいから。で、向きはこっちかな。先に魚入れた方がいいかな。顔の向きが正面に向くようにしたい、ここの子は。カメちゃんにしよう。あ、そっぽ向いちゃった。かわいい。緑だからちょっと、あれかな。色が、同じ色になっちゃうと見にくいね。まあいいや、でもかわいい。かわいい。カメが見える。最高。では、揃えたいんだけど、カメちゃんも下に何？よし、ラグをいっぱい引いて、一旦この上にカメちゃんを乗せていきます。てってるん。これでちょうどかな。ちょうどになるかな。亀どこ？これでぴったり。すごいぴったり。いい。で、今度は砂浜を変えたいから、亀ちゃんのこの緑のブロックを使っていきたいです。なので、このブロックに高さを出していきます。これぐらいで多分ちょうどいいと思うけどな。まだでした。何使うかな。ちょうどいい高さのものあるかな。これ使っちゃおう。もう一個のラグどうだ。てってぴったり。いいね、すごくいい。おっと、難しい。もう一個のブロックも置いたら、同じね、色持ってなかったしね。今もうお金使いたくないから。てってれてってって頑張れ。難しいのはわかるけど。てれん。あ、てれん。いい感じ。すごくいい。いいんじゃない？どう？いやー、カメちゃん緑すぎてもう同じ色にしか見えないよ。どこにカメがおるかわかんないね。あー、でもいいね。カメ入りました。かわいい。いいね。で、もう一個の水槽も入れてきます。もう一個の水槽なーの魚入れよっかな。本当はね、ウーパールーパーちゃんとか入れたかったんだけど、間違えてね、この前売っちゃったんで、もう本当にショックで、指が、
この指がやらかしたんですよ。ほんと嫌になっちゃう。やだ、嘘。重大なことに気づいた。下に置く水槽、先に装備しないといかんかった。これだと砂が出てきちゃうじゃんね。やっちゃったんだけど、どうしよう。ダメ、下のやつも芝生であってほしいんだけど。入るかな、うまいこと。うわ、やり直しだ、これ絶対。やだ、やり直し、やだ。いやー、ぴったりだけど、できれば斜めに入れたいんだよね。まっすぐじゃなくて。まっすぐ面白くないじゃないですか。どうしよう。どうしたら横に行ってくれる？やり直し？嫌なんだけど。あ、嫌だ。やり直しでーす。はい。ここら辺で、まあ、斜めにしたいから斜めにすると。先に魚入れた方がいいかな。何入れよっかな。あんこうちゃん。あ、かわいいね。本当にもう。嫌になっちゃうわ。じゃあ、あんこうちゃんも正面向いてほしいもんな。正面向こうか。あー、かわいい。こっち向きかな。めっちゃかわいい。こんなかわいい子いる？ものすごい親バカですね。はーい、乗せていきまーす。あ、やばい、難しいかも。嘘。ちょ、待って。ここで無理とか言わないでよ。いけるでしょ？いける。あんこうちゃんならいける。お願い。お願い。あ、やだ。成功してほしいんだけど。やだ、やだ、やだ。むず。むず。あと少し。あと少しいける。大丈夫、あんこちゃんなら。あ、嫌だ。嫌だ。大丈夫。つながる。頑張れ。頑張れ。みんなでお友達になろう。むず。どうしよう。これでダメだったら、あんこちゃん、ダメじゃん。宙に浮かせたくないんだけど、できれば地面にいてほしい。あー、やったよかったー。ダメかと思った。これで全部外して、え、オッケーオッケー。てててれー、かわいい。最高、最高すぎる。かわいすぎるんだけど、みんな仲良し。いいね、もう本当に。これでもう大体は終わりました。あとはね、デコレーションしていくだけです。こうやってね、くるくる回して、こう閉ざすとね、家具が中に入るんですよ。ちょっとここの位置微妙だな。どこにベッド置こうかな。悩むな。でも可愛いな。ベッド反対側の亀の方に置いた方が可愛いかな。あ、むず。向きこっち向きでいいのかな。いや、回そう。ちょっと待って。あ、難しい。オッケー。回す。完璧。これ絶対完璧な位置。完璧。もうベッドがあることでさらなる一体感。最高。本当に最高。どうしよう。他にどうやってデコレーションしていこっかな。あー、サメちゃんの向きも完璧。あ、やばい。かわいすぎる。どうしよう。どうする？何入れてく？看板とか。後ろ。いやー。どう？なんか変わった？あー、かわいいけど、ちょっとくどいかな。難しいね。どうしよう。そうだ。そういえば、じょうろがあった気がするから、じょうろ入れておこうかな。
ジョロジョロジョロ。ジョロやった。これをあんこちゃんの上に乗せると。同じ色だから可愛いと思う。可愛い。可愛すぎる。緑と青をあれにしてるね。テーマみたいな感じになってるね。このパーテンションっていうのかなが余ってるんで、これを使って、ちょっと待ってよ。台も余ってるんだよね。よいしょ。よいしょ。階段隣につけてみた。かわいい。中のそ、あ、ねえ、邪魔なんだけど、このびっくりマークみたいな。もう、これやだな。でもどうしようもないか。で、ね、これね。なんていうかな。デコレーションの時はね、水槽の中入れるの。でもね、自分が水槽の中で暮らしてるみたいな感じになれるのがまたね、いいと思うんだ。かわいい。いい。友達感半端ない。私、ここで暮らしてます。あ、やばい、難しい。見て、魚と一緒にいるよ。かわいくない?イエーイ。仲良し。いい感じ。あ、みんな可愛い。あ、最高。はーい。水槽に近づいて、クックマークが出ちゃう問題あったじゃないですか。解決です。テーブルがありました。気づかなかったテーブルがあるなんて。もう、先に行ってよね。あ、しかもでかい、思ったより。あ、いいね、いいね。2個ぐらい取れそう。1、OK。ぴったり、いい、いい、すごくいいよ。いいね。クックマークも出ないし、すごくかわいい。あ、ちょ、でもこの取っ手の部分ちょっと嫌だかな。ちょっと回してみよう。回したら取っ手の部分なくなる、すごくいい。もう一個のやつも、その後ほど変えていこうかなと思ってます。はーい、では皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひよかったら大きい水槽作ってみてください。では、チャオ、ビーシュ、バイバイ。